ペドロ・アラウホは、ドミニカ共和国産、クリストバル州産クリストバル出身のプロ野球選手。ウト右ミギウチ。メキシカンリーグのメキシコシキレットデビルズ所属。2011年5月30日にシカゴ・カブスと契約してプロ入り。契約後、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・カブスにでプロデビュー。15試合に登板して4勝1敗、防御率4.45。 51奪三振を記録した。2012年もルーキー級ドミニカンサマーリーグカブスにでプレーし、13試合に登板して5勝2敗、防御率2.72、47奪三振を記録した。2013年はルーキー級ドミニカンサマーリーグカブスでプレーし、8試合に登板して6勝0敗、防御率1.05、31奪三振を記録した。 2014年は、ルーキー級、ドミニカンサマーリーグで、プレー後、6月に、ルーキー級アリゾナリーグカブスに加入。ルーキー級アリゾナリーグでは10試合に登板して、防御率2.76、27奪三振を記録した。2015年は、A、A-9、ユージーニエメラルズでプレーし、21試合に登板して、0勝2敗1セーブ、防御率2.68。 70奪三振を記録した。2016年は A 級サウスベンドカブスと A 級マートルビーチペリカンツでプレー A 級マートルビーチでは13試合に登板して0、小2敗1セーブ、防御率5.21、22奪三振を記録した。2017年は A 級マートルビーチと A 級テネシースモーキーズでプレー A 級マートルビーチでは44試合に登板して6勝1敗、10セーブ、防御率1.81、83奪三振を記録した。同年はアリゾナフォールリーグにも参加し、メサソーラーソックスでプレー。2017年12月14日に行われたルール5ドラフトでボルチモアオリオールズから指名され、移籍した。2018年は開幕ロースター入りを果たし、 3月31日のミネソタツインズ戦でメジャーデビュー。8回表6点ビハインドの場面で登板し、三者凡退に抑えた。4月3日のヒューストンアストロズ戦では7回裏同点の場面で登板するも0.2回を1安打4失点に支給で降板し、メジャー初黒星を喫した。4月6日のニューヨークヤンキース戦では2回を無失点に抑え、 メジャー初勝利を挙げた。その後はリリーフとして20試合に登板していたが、右肘の故障で6月11日に故障者リスト入りし、9月11日に60日間の故障者リストへ移動した。2019年4月3日に DF となり、8日にマイナー契約で参加のトリプル a 級のオォークタイズへ配属された。シーズン後 FA となった。 2020年1月20日にメキシカンリーグのメキシコシティレットデビルズと契約を結んだ。ありがとうございます。